この皆さんの給与明細自身が政治です。玉木チャンネル。はい、皆さんこんにちは、玉木雄一郎です。いつも玉木チャンネルご覧いただきありがとうございます。これまで玉木チャンネル ではですね、政治のこと、税金のこと、いろんな話をしてきましたけれども、まあそうは言っても自分には関係ないかなと思っている方が多いと思います。そこで今日はリアルな話をしたいと思います。玉木チャンネル。皆さんもこれね、一度ご自身のこの給与明細っていうのをですね、改めてこうまじまじと見ていただきたいんですね。で、あんまりですね、それ見たことがない、考えたこともないという方が多いと思いますが、ちょっとね、それだけちょっと見ていただきたいなと思います。で、今日ですね、ある人のまあ30歳女性のですね、給与明細をちょっと借りてきて、それを具体的にここにお示しをしていますが、まず基本給が22万円月額ですね。で、そこにまあ残業手当とか諸手当が7万5千ついて、総支給額は一応給与明細上は30万円ぐらいになっていると。30万4千ですね。しかしですね、注目をしていただきたいのは、いろんなものを引かれるんですね。つまり税金保険料引かれます。例えばその病気になった時にですね、まあ健康保険証を持ってれば、病院に行って、3割負担で医療が受けれますけれども、それは常々健康保険料払ってるからです。で、この健康保険料が月々1万5000。そして将来ですね、まあ民間企業であれば厚生年金を、もらうことになるので、まあ厚生年金の保険料をですね、これをまあ従業員分として2万7000を払っています。で、同じ額を事業主も払ってますから、まあかなりな額をですね、実は保険料、厚生年金の保険料として払ってます。で、これ合わせてですね、すでに4万2000円。ね。30万円ぐらいの総支給額の中で、実は4万2000円ぐらいは、社会保険料として引かれています。で、次に税金です。で、私は若者減税ということで、若者免税、20代免税ということで、この玉木チャンネルでも、もう20代の人は所得税、住民税、タダにしろと、まあそういうことも提案していますが、この所得税はじゃあ、どれぐらい払ってるかっていうと、まあ、7000円。実はですね、所得税は、まあ、収入によって、この累進課税になってますけども、まあ、彼女の場合はですね、月額の所得税は7000円ということで、実はそんな高くない。で、実はその、地方自治体に払う住民税の方が高くてですね、約倍以上の1万5000円。これで合わせて、ま、2万2000円ということですね。で、これね、ちょっと見ていただくとわかるんですが、実はその、税金が高いっていう話はするんですが、まず、所得税と、つまり国税である所得税と国に払う税金ですね。それと、地方公共団体に払う住民税を比べたときに、実は地方に払う住民税の方が多いんです、これ。だから、私も実は国家公務員辞めてですね、田舎の四国の香川県讃岐市に帰ったときに、讃岐市に払う住民税がめちゃめちゃ多くて、もうなんじゃこれはと思ったことがあるのと、国税で税金の使い道がおかしいという声を上げると同時にね、地方で地方自治体がちゃんと使ってくれっていうのをね、ほんとひしひしとその時思いました。で、まず国税と地方税を比べると意外に地方税払ってるってことをまず皆さん、頭に入れてほしいんです。このカテゴリーが税金ね。税金。で、こっちのカテゴリーがいわゆる保険料ということなんですが、こういう状況の中で足し合わしますと、税金と保険料で引かれている額はですね、なんと6万5千円もあってですね。で、さっき言ったように、総支給額30万4千円のうち、年金と保険料で6万5千円引かれますから、手取りは彼女の場合ですね、まあ、23万9千円ということになります。で、この毎月6万5千引かれてるってことはですね、税金保険料で1年間で78万円ものお金を税金と保険料で払ってるんですよ、皆さん。で、これも皆さんもそうですから。ですから、もう今日はあんまり難しいこと言いません。自分の給与明細ちょっと見てもらいたい。で、大体イメージすると、この総支給額のうち2割強を税金や保険料で取られていってるわけですよ。本来これ皆さん稼いだお金ですよ。で、これが税金とか保険料で取られるっていうことは、少なくともこれが正しく皆さんのために使われてるかどうかはね、やっぱりこうチェック必要ですよ。ね。
で、忙しいから皆さん毎日チェックできないので、私たちが国会議員が代わって皆さんの税金の使い方をチェックしてる。で、特に野党はですね、時の政権の権力を持っている側の税金の使い方をやっぱ厳しくチェックするのは仕事ですから、これは行政監視機能と難しい言葉では言いますけれども、それを果たしていかないと、ね、見てください。こんなに多くの額を税金で保険料を取られている以上はね、これが彼らや彼女たちのためにちゃんと使われないと、あるいは彼らや彼女の将来のためにちゃんと使われないと、頑張って働いても報われないわけですよ。ね。これね、だって稼いだものの2割以上が自動的に差し引かれるわけですよ。特にサラリーマンの場合、源泉徴収だから、もう 100% 引かれるわけですよ。だから、こういうことがある実態の中で、この、玉木チャンネルで言ったように、この基本給というか、この賃金がそもそも、もう昔に比べて上がりにくくなってる。上がりにくいのに、特にこの数年ですね、特に安倍さんになってから特にそうなんですけども、この、引かれるものがすごく増えてるので、手取り額が、どの所得階層でもどんどん減ってます、今。で、せめて、じゃあこの引かれた税金や保険料が、自分たちのためにちゃんと使われる、あるいは自分たちの将来のために使われる、確信を持てればね、こういった税金や保険料を払うことを皆さんはためらわないと思いますけれども、もう2割以上取られてですよ。何に使ってかよくわかんないと。桜を見る会とかね、最近出てますけど、うん、そんなものに使われてるのとかね、そういう疑問が今実は蔓延してるわけですよ。で、ここをやっぱり正していかないと、どうです皆さん。これもちろん一つの例だけれども、皆さんも同じだと思います。もうね、2割以上、まあどちらかというと所得がそんなにね、高くは、そんなに高くはないところだと思う。それでもね、2割取られるってことは、もうちょっと所得階層が上がってくると、もっと多分ね、率として取られてると思いますよ。だから、今日皆さんにお伝えしたいのはですね、改めて、あなたの給与明細を見てください。そして、この社会保険料、税金が一体どれだけ引かれて、本来皆さんがもらえる額はどれだけ、ある意味減額されているのか。そしてその払った税金や保険料が何に使われているのかな。そういったことを少しでも考えていただきたいなと思っています。私たち政治家は、この税金の使い道、皆さんの納得ができるようなものに使っていく、あるいはおかしなものに使われないようにチェックしていく。これが仕事です。ですから、来年もですね、こうした皆さんのお金、税金がですね、保険料が正しく使われるように、しっかりと国会の中でチェックしていく。この行政監視機能をしっかりと果たしていきたいと、そう思っています。玉木チャンネル。今日は大変具体的な数字として、皆さんにお示ししましたけれども、これね、すごい大事な話なので、難しい政治の話とかね、政党がどうなるとか、衆議院と参議院がどうとか、という前に、この皆さんの給与明細自身が政治です。なぜ自分がもらえる額があって手取り額のその差があるのか。その支給総額と手取り額の差こそ政治だと思ってください。その差が納得のできる差なのかどうか。これを考えていくのが政治を考えることだと思いますので、これから玉木チャンネル。こういった問題もですね、わかりやすく具体的にお伝えしていきたいと思いますので、これからも玉木チャンネル、ぜひ注目してください。よろしくお願いします。それでは玉木チャンネル登録お願いします。